はい、どうもティースス。それでは、プレイステーションポータブルファンタシースターポータブル続きをプレイしていきたいと思います。はい、レリクスのね、今回そのシードと呼ばれる謎のね、敵対生命体シードと呼ばれるものを、もしかしたらできるんじゃないかと言われる装置が眠る遺跡がね、新たに発見されたので、そこに行こうという話ですね。では、おじいちゃんとともにね、遺跡に向かいたいと思います。ストルミッション。何が待ってるんでしょうね。はて、こんな空売りじゃったか。その方がわしも気が晴れるが、いや、気配はするな。どうやらお出ましのようじゃ。誰、奥へ向かおう。遺跡を守るね、多分機械たちが来るんじゃねえかなと思いますよ。こっちか。あ、間違えた間違えた。おほほっと押しちゃったみたい。あ、先生に頑張ってもらおうかな。先生お願いします。あ、こいつがね、食らうとなんかピヨピヨピヨってなるんですよ、飛び込みをね。お願いします。先生、二人の先生ですから、ネーブ先生とね、オパオパ先生が、大先生が二人ついてるの大丈夫ですね。これはどっかちまちま手裏剣投げてればいいんだね。あはー、先生今日も凛々しいお姿で、いや違う武器をゲットしたいんですけど、このね、先生たちの武器より強い武器ってね、結構大変っぽいんですよね、多分。たまたまゲットできたんですけど、俺この手裏剣さんもね、このゲーム結構ね、強いレアアイテム手に入れるためには何回も同じミッション行って、レアを引き当てないといけないという。でちなみに私どのゲームでもね、本当にレア運がなくて、レアアイテムが全然出ないというね。物欲まみれだとこうなってしまうのかってぐらいね、引き当てられないんで。あれ、これミスったな。絶対来るべきとこ間違えたパターンだな。でしょう、やっぱり。もう片方のところであれかゲットできたのか。サクッとね、ダッシュが欲しいですね。PP 消費でいいからダッシュが欲しい。それはファンタシースターオンライン2でも同じことが言えますね。行け、飛び道具のみで戦う男。これなんか壊したら出てきそうだよ、ね、うん、でもなんか強い武器が出たらと思うとなんか壊したくなりますよね。まあ、武器が出ることはまずないですけどね。先生ちょっとすいません、引っかかりすぎですよ先生。あれですかね、バグかなんかですかね。ほんとこのゲームの NPC はよーく引っかかって迷子扱いしますからね、人ね。ほんとになかなかの度胸の持ち主ですよ、ほんとに。サクサク行きたいんだよ。
さあ行くぜサクサクと。先生お願いします。だってこっちの通常攻撃でもすごいテンポで先生攻撃していくんだもん。何もしなくていい安心感。ただ歩き回って敵の攻撃回避専念してるだけでも多分倒せますよこれ。この強さ。はいはい、もうわっさわっさわっさ、はあ、はあ、はあ、今の時点で46レベルの敵が出てくるってことはやっぱ最後は60レベル付近かな。ジャストアタックすっかり寄せてましたね。サクサク進むぜサク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 進むぜ。はいはいはい、行っておしまいなさい。先生立ち尽くしてるじゃないですか。ネーブ先生の方立ち尽くしてるじゃないですか。これなんかでかいやつが出てきた。はい、ジャストアタックは大事なんでね。これ囲まれるったっていう設定なんですよね。だいぶ登場したから結構あの間がある優しい囲み方でしたけどね。このようにあのファンタシースターの世界でも結構優しい敵が多いんでね。出てきたと思ったらねちょっと立ち止まってくれるってこと、優しさね。なぜなぜこっち向いた、 なんでこっち向いた。ロックオンしてるとたまに変な感じになるんでね。ハピヨピヨーハピヨピヨーピヨーピヨー。2回やっちゃいました。まあいろいろね、なんか武器も出たみたいっぽいっすよ。こういうね、必要なくなったからレアがね、ちょくちょく出るっていうこの私のね。もう今回はもうサクサクいきたいんで、ボスが出たら、このキャストの必殺武器を紹介してさっさと終わらせたいと思います。はい、この長丁場を予感させるこの回復装置ね。侵入者を排除する的な感じなのにこういう装置もつけてくれる優しさね。ツンデレ、会いたかったぞイヘルガよ。ここにガードマシナリーを配置したのはお前さんじゃな。ガーディアンズ、我々の情報をリークしたつもりじゃろうが、ここに例の空間制御装置などないぞ。測ったわね。お前さんもなかなか素直な女子じゃの。よろしいよろしい。
なるほど。さてヘルガよ、お前さんには聞くことがたくさんある。すでにお前さんは死んだことになっているようじゃが、仮に生きていたとしても衰えを知らぬその肉体を持つとは、一体お前さんは何者なんじゃ。確かにヘルガという女は死んだ、そして人を超えたのだ、シードによって。素直だな、教えてくれるんだ。シードによってじゃと。私はシードの中で死に、再びシードから生まれた。人とシードをつなぐ触媒としてね。そうか、お前さんはシードフォーム、それも自己をコントロールできる高等なシードフォームじゃな。人とシードをつなぐか、おぞましい発想じゃの。私を介してシードを人体に感染させる媒体を開発したのよ。わかるわね、これからのグラールの運命がどうなるか。世界は我々イルミナスの手により新しい幕開けを迎えるのよ。お前さんはやはりイルミナスだったか。シードを人に感染させグラールを混乱に巻き込むつもりじゃな。それがイルミナスの目的か。些細なことよ、本当の目的に比べたら。本当の目的？まだよからぬことを図っておるのか。もうここに用はないわ、最後の仕上げがある。さらばだ。待て、今度ばかりは逃すまいよ。なんじゃ。爪が甘いな、爪が甘いな。なんじゃっつってここに設置されてたんだからわかるんじゃないの。あれはサティリア、旧文明の自律機動兵器じゃ。これは計算外じゃ。嘘。こちらの騒ぎに気づいて目を覚ましおったか。ヘルガにまんまと押し付けられたわい。誘い込むつもりならもっとさ、大人数を待機させとくとかしない。いくらなんでも爪が甘すぎるでしょ。このね、今これあのガード的なやつなんですけど、衝撃波とあと回転のね、回転切りがね、厄介ですよ。はい、あ、ステップ、警戒のステップいいですね。あ、こんな感じで、烈風剣みたいな人。あー、痛い、ピヨピヨった、痛い。あ、これ、さっきの、あ、逃してしまった。説明してたのに、一番見せたかったものを逃してしまったよ。まあまあまあ、一通り回転攻撃も見せてくれたということで、はい、いいでしたね。はい、痛い。というわけで、あなたは、ああ、2体目来た。はい、行きますよ。ブン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 と思ったら、まさかの範囲外、移動してしまって。もういい。あ、君はよく頑張った。まだ来る。難易度高いね、あのフリーミッションとかだとボスが何体も出るってやつは結構あるんですよね。あ、武器出てる。なんだろう。半蔵ですって。またかな。ネイブ先生、爪甘い。お、続きますね。いいですよ、いいですよ。さあ、行きましょう。バンバン進みましょう。サクサクっとね。おい、ヘルガを逃がすでないぞ。走るんじゃ。お前もな。
こっちはまだかとか、はいはい、こっちがいいでしょ。サク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 進め、鍵がある。なんかでかいのがいるよ。あ、いた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 。あー、いいですねいいですね、サクサク進むでしょ。でここで出てくると、いやーはー、テンポいいですね。まあ超古代文明で高度なね文明を持っていたとしても、この遺跡はすごいですよね。これどうなってんだろうね、行ってみたいですよね。まあこんなのに襲われるの嫌ですけど、すごいワクワクしそう。ん、あれでもこっちなんかあるみたい、あるようになってるな。あ、降りられるのか。あ、そっかそっかそっか。あ、出てきますね先生が。やっぱり早い。さあ、隙あらばレスタのレベル上げ。痛い痛い痛い。ああ、まあまあいいけど、レベル上げっつったら気を利かせてダメージを与えてくれたんですね。すげえ頻度で攻撃するもんな。見ろ、敵が、ま、ただの的のようだ。始まりました、先生のシューティングゲーム講座。先生の指揮官です。レーザーカノンをゲットした。でも射撃武器あんま見せてなかったですね。まあでも本当射撃武器申し訳ないけど、初代のは弱くはないんですよ。強いんですけど、ただ撃ってるだけなんでね。まあ今も撃ってるだけなんですけど今も飛び道具撃ってるだけなんですけど、スキルがないからさらに地味な見た目という。いや実際強いんですけどね。スキルバレット的なのに、属性がある、属性弾があるんで、それ、メニューでね、切り替えるだけで、簡単に敵の弱点属性狙えると。しかもこのゲーム、防御回避ないんでね、安全に戦えるっていうんでね、アクションが比較的苦手な人でもね、全然戦えるという意味では射撃武器、すごく便利なものですね。とはいってこれ見せちゃった後に言ってもなんかあれですけどね。これは強いよな。確か俺なんか最強データみたいなのにね、ドリームキャストを持ってた気がするんですよ。なんだこれと思った記憶がありますよね。これこっちじゃない方がいいんじゃないのか。あっちですよね多分。赤で、さあ戻りましょう。あ、そのワープゾーンがあったとか、まあいいか。広い遺跡や、こんなん行ってみたいな。まあ襲われるのは勘弁ですけど、本当に
この先生を連れていきたいですね、これね。オパオパ先生と共に行けるんだったらこう行きたいな。俺逃げ回ってるだけみたいな。先生お願いしますっつって。そんな楽なことは、楽でもねえか。敵の攻撃当たったら俺死んじゃうもん、絶対。なんでこんな気の弱そうな狼、うん、こっちはなんぞな模試か。なんか出てきたよ。ああ、あれこいつレアじゃない？確かね、ステイタンとかってやつは普通のやつで、こいつはね、レアモンスターじゃないかな。でもストーリーミッションでレアモンスター出てくるんだ。あ、まあストーリーミッションだから固定だから、ここにはいっぱい一体は出るってことですよね。で、次はこっちか？どっちだろう。でも1個俺足んないよ。あ、なんか敵湧いてるのは見えたけど、俺どっか行きそびれてますね。こっちも開かないですよね、多分ね。もう開かない。なんかやり逃してるな。おっす、すまねえ。なんか湧いてるの見えますもんね。だいぶ俺逃してますよ、これじゃあ。なんか変な剣ゲットしてたな。まあいいや、後で見よう。くそー、だいぶ足止めを食っちまったぜ。で、完全に自分のせいですよ。はい、こっち先だったか。ああ、まあ、固定ですかね。こいつってね、フリーミッションの時に出てきたら、レアモンスターっつった。何落とすか忘れましたけどね。なんかね、レアモンスターはね、変わった武器を落としたはずです。大体は。痛い。ちなみに、完全に脳筋野郎なんで、魔法はクソ弱いです。私の。本来テクニックってすげえダメージ出せるんですけどね。ああ、セキルートはこっちからこう行ってか、行ってそういう感じなのね。だいぶ止まりちゃったな、おい。まあ、いっか。サクサク行きましょう、サクサク。多分今回このパートで終わるでしょう。痛い痛い、先生、先生、敵を取ってくれ。やったー、範囲来たぞー。これで範囲のはずだ。これで多分いっぱいいっぱい、ほら、やっぱ先生も回復できるようになった。ラッキー。え、こっち、いやー、これで多分レベル上げもはかどりますよ。レスターのですけど、もう自分のレベルはね、上げなくていいんで。もちろん難しいフリーミッションとかに行こうとするんだったら全然レベル上げはいると思うんですけどね。てか装備揃えですね、どっちかというと。
すごい。これは強い。これは強いな、ほんと。勝手に攻撃してくれるのがやばい。言うなればもうね、段差にも強くて何でも吸い込んでね、掃除のパックの交換もいらないルンバみたいなもんですよこれ。無欠じゃんみたいな、バッチリ吸い込んでくれるしみたいな。ルンバじゃないですけど、俺お掃除ロボットでね、試しましたけどね、まあ言うてやっぱまだ人の手には遠く及ばねえなみたいな感じでしたけどね、まあそれそうなんですけど、まあ、場合によっちゃいない、普段からある程度掃除を意識してる人がね、ダメ押しで使おうみたいなのにはいい感じがしますけどね。次々に古代の兵器が動き出しておる。倒しても倒してもキリがないわい。もはやヘルガを追うよりもレリクスを出た方が得策かもしれぬ。どうしよう。なんだ。どうしようか。総裁に報告せねばならないことは山ほどある。多分まだね、追い詰められないでしょうね。生きて戻らねば。出たな、キングギドラの一個欠けたやつみたいなの。また何か現れよったわい。やれやれ、さすがのわしも今日ばかりは答えるぞい。先生お願いしますよ。レベルアップ。今回はサクッといきたい。行くぜ。この間は無敵なのだ。回避手段としても優秀、ちなみにマシンガンの方が優秀でございます。はい、先生容赦ねえです。痛い。これ歩くだけでもダメージあるんでね、運悪いとね、ハマって死にます。これね、一回振るだけでいっぱい攻撃できる武器とかの方が強いです、こいつ的にはね。ソードとかのね、なんかね、回転切りみたいなスキルだとすーげーダメージ合いますよ。さあ、ラブリチャーミーな武器を出してみる。手裏剣の方がはるかにランク高いし攻撃力も高いんですけど、こうやっていろんな部位に攻撃できる分で強いんですよね。あ、痛い。先生ラブリーチャーミーな武器の方がこう、あ、攻撃する部位がてか見えてないだけで今尻尾にも多分ダメージ入ってますね。これ本来だったら歩くだけですーげーダメージ食らってますからね。ダブルセイバーの強い武器も欲しいなー、そうなると。って言ってね、キリがなくなるんですよ、このゲームね。あー、あれも欲しいな、これも欲しいなってなってくるんですよね。で、だんだん余裕が出てくる。あー、衣装も欲しいとかね、いろいろなってくるんでね、とんでもないゲームですよ。なんだ、ホワイトなんとか。やったぜ。
なんかがゲットできなかったグラインダーだ。すまん、わしがついていながら逆に足手まといになってしまったようじゃ。確かに寝てましたね。少々休んでいきたいところじゃが、そうゆっくりしてもおれん。迎えをよこしてもらうことにしよう。ルーよ、聞こえるか。救護用フライヤーを頼む。これダメかい。ルーよ、ルー、どうした、何があったんじゃ。申し訳ありません、ネーブ先生、ビビアンをテロリストに強奪されました。何じゃと。さてはイルミナス、ヘルが乗って下じゃな。クロニーは無事か。はい、一部損傷を受け、通信機能に一時復旧作業を要した程度で、大規模な被害は出ていません。ネーブ先生はご無事ですか。すまぬ、ヘルがを逃がしてしまった。こっちは激しく体力を消耗しておる。迎えを手配してくれ。了解しました。さあ、事態はね、急展開を迎えてきましたよ。ネーブ先生、ご無事で何よりです。それはこっちのセリフじゃよ。さて、お互いに話すことは山ほどあるようじゃな。そうですね。ではネーブ先生からどうぞ。うん、やはり敵はイルミナスじゃった。こちらもほぼ確信しておりました。そしてヘルガという女は人にあらず、あの女こそがシードなのじゃ。人ならざる者。なるほど。我々の基地するところを超えた生命体としてヘルガは存在していたわけか。そしてイルミナスの狙いはシードを用いてグラールに混乱をもたらすこと。イルミナスが唱える民族浄化作戦か。じゃが奴らはまだ何かを狙っておる。え、ここでも、あ、これはこっちじゃない、さすがに。でもこれビビアいないけど好感度関係するのかな、どうなんだろう。まあいいや、なんかこの前こっちにしたいような気がするんだよな。でもこっ、うん、こっち見てみようかな。消息はつかめていません。ビビアン自身からも救助信号はありません。ガーディアンズとしてはビビアンを救助する対象とするか難しいところだ。彼女はな、どうやら本当のことを話さねばならぬ。いきなり？ビビアンはイルミナスの諜報活動の道具として使われていたキャストのようなんじゃ。ガーディアンズの内部を探るためにな。イルミナス、もしくはイルミナスがガルムの何者かに介入して製造した諜報機能を搭載したキャストです。ビビアンは今まで収集したデータをイルミナスに転送しています。ビビアンの送信データは高度に暗号化されておる。ルーが解析するにもフル稼働して半年はかかるのじゃよ。これではその諜報活動には気づけない。ヘルガがなぜグラール教団の対シード用秘密兵器の存在を知ったか、それはビビアンを介して情報を入手していたからです。我々は疑いがあった時点でビビアンの機能を一時停止させ、メンテナンスを理由に拘束しました。そしてわしはレリクスで空間制御装置発見という偽情報をビビアンに伝えた。あのミッションはフェイクじゃ。お前さんを騙してすまなかったの。なんだと？許さねえ。じゃが狙い通りにヘルガは現れた。しかし不憫なのはビビアン自身にその自覚が全くないことじゃ。情報送信は無意識下に行われている。あの娘が真実を知れば、豊かで自由な感情を持っている彼女がこの真実に苦しむと思うと。ネーブ先生の報告は以上ですね。はは、結構こちらでの報告をスパッといきますね、ルーさん。ネーブ先生、何か。いや、
感情を制御した方がいいのか、北方にさせておくのがいいのか、どちらが幸せなのかと思ってな。何でもない、報告をしておくれ。トムレイ博士主導のもと、同盟軍とガーディアンズ共同で残留シードの一斉調査が行われました。本来シード生命はエーフォトン濃度の高いところに引き寄せられる傾向がありますが、今回統計を見るとエーフォトンの関係性は薄いようです。ただ今回シードを発見した土地では何らかの研究施設が多数見つかっており、またその施設はシードと関連が深いと考えられています。現在施設のほとんどが破壊ないし消失されており、証拠隠滅もされています。これまでの残留シードと思われてきたものは人為的なシード散布による可能性がある。それも背後にイルミナスの存在があるか。そしてヘルガの発言、これから大規模なバイオテロを予測せねばな。パートナーがこんなことになってしまって辛いだろうが、今は忘れて体を休めてくれ。いや、今は忘れて、お前さんにはまた力を借りることになるじゃろうからな。では今日は解散としよう。みなご苦労だった。はい、というわけでだいぶね事態が動き出してきたなぁと思いますね。イルミナスのね、強奪されたビビアンの運命は、まあまあね、そしてイルミナスのね動向、これから何が起こるのか、今回はこの辺にしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。ではでは。